吉田さん、こんにちは。やっぱね、人は何か生きていると誰かと比較して自分を貶めたりとか他者を貶めたりするところがありますよね。YouTube でいただくコメントっていうのは大抵ね、自分基準で自分よりも優れているかどうかってことに終始しているような気がするんですよね。でも実際、自分と誰かを比較することって、どんな意味があるのかなと思うんですよ。自分を誰かに比べたら優れているし、誰かに比べたら劣っているんですよね。これはね、誰もがマックスじゃないし、誰もがミニマムでもないんですよ。だから大体皆さんね、真ん中ぐらいっていうかね、なんというかな、私の今回のタイトルとしては、マイマーケットですね。自分のマーケットを作れるかどうか、自分のフィールドが作れるかどうかだと思うんですよ。だからね、私はその速稼塾っていうね、チームを作って、インターネットビジネススクール作って、速稼塾ってのは他にないわけですよ。で、自分独自のコンテンツを入れてるわけですよね。最近でしたら、ポイントサイトをやってるわけですけども、モッピーっていうポイントサイトね。モッピーっていうポイントサイトにこだわって毎日情報更新してる、そんな塾ってのはあまりないと思うんですよ。かといってモッピーに終始してるわけじゃなくて、FX も毎日更新してますし、それからね、他の危なっかしいやつも何点かやっていたりとか、マインドセットもちゃんとね、毎日更新していたりとかなんですよね。で、こういうふうに速稼塾っていうのは、他ではね、やってないようなことを、組み上げてるんですけども、そもそも他のことを見てないんで、他に似たようなのがあるのかどうかすらわからないんですよ。で、没頭するってのはどういうことかなっていうことなんですよ。こっからが本題ですけども、没頭するってことは、他の人が何やってるのかわかんないし、メールマガジン開かないし、YouTube 他の見に行かないし、本当にね、自分のことを発信するだけなんですよね。で、ちょっと調べ物するときだけ検索します。その時は他の人の扉を開くんですけども、基本的にそういうのしないですね。もう全て自分の内側にある世界をアウトプットしてるだけで、何かを見て参考になったからやるみたいなことは非常に少なくなりましたよね。それから何かと比べて、誰かと比べて自分はどうなんだっていう評価もなくしました。だって比べるね、自分と比較するべきものをどういうものを持ってくるかによって自分を有利に見せることもできるし、自分がね、不利になってしまうようなものを比較物として持ってくることもできるんですよ。大抵ですね、自分を高く見せようと思ったら、自分よりも、落ち度のあるものとか劣ったものを持ってきて、ほら、世の中にはこんなものがあるけども私は優れてるんですってわけですよね。でも、じゃあ世界で一番優れたものを持ってきてるかっていうと違うんですよね。だからやっぱり自分を有利に見せるために、いろんな都合のいいものを比較するわけですよ。ね、例えばネットビジネス塾だったら、ここも詐欺、あそこも詐欺、これもインチキだったでしょ。だから私は正直なんですってやったりとかね。もちろんそれはセールスの方法としては間違いではないんですけども、ただいつもいつもこうやってね、誰かと比べて何かとかね、なんでお隣の子はできてるのにあなたはできないのとかね、なんでみんなはできてるのにあなたはできないのとかね、やっぱり100人いれば100通りの基準があって、100通りの生き方や個性があるんですよね。でもやっぱり用意ドンって言って100人がスタートすれば、やっぱり順列はできるんですよ。順位はできちゃいますよね、1位から100位まで。でもその1位から100位に対しても、どのジャンルで競争するかによって100着の人がトップにも躍り出られるんで、じゃあ誰に有利なレースをそこで展開してるのかってこともあるんですよね。私はこういうふうにサラリーマンではない生き方を選んでますんで、多分サラリーマンとして生きていくことは、どちらかというと劣等生の方に入るでしょうね。給料も上がらないかもしれないし、周りの人ともうまくやっていけないかもしれません。でも一人でやるレースね、一人で生きていくってことに関しましては、誰と競争するわけでもないんで、自分一人がランナーですよね。で、吉谷さんも似たようなことやってますけども、私とね、似たようなことやってますけども、進む道が違うんで、別に張り合うこともないし、ただ自分の道でこだわってることは、吉谷さんをチラチラ見ながらね、俺もこだわってるぞみたいな、こうお互いにいい意味で牽制し合って、だからこそこうやってそれぞれのレースがたまにね、鉢合わせになるときに、ジョイントすることができるのかなと。これいい関係ですよね。たまにこう、偶然クロスした時が、2034フェスみたいな感じですよね。億万長者合宿みたいな感じですよね。で、パチッと一瞬一緒になって濃くなって、お互い共有するものがあったらすぐに離れるみたいなね、この距離感がいいんじゃないですかね。
ういうことでございますね。はい。それでね、なんか私 YouTube を見ていて結構思うんですけども、私の動画のそのまあトップページに出てくるものって、まあある意味似通ってるんですよね。うん。今ね、例えばね、トップページこうやって開いて見てみると、何が出てるかというとね、非常に興味深いんですよね。本当これ面白いなと思うんですけども、トップページ見るじゃないですか。そうするとね、5ヶ月前、3時間前、1日前、いろいろ出てくるんですけども、最近検索したものが、やっぱりそのキーワードに絡んで出てくるのと、私が動画のやり取りをしている人のが優先的に出てくるっていうことがありますね。で、あとはね、私ね、検索で言うと、トランプ大統領が次期も再選されると、バイデンさんは、別に勝たないんじゃないかなと思うわけですよね。で、バイデンさんっていうのは CNN のニュースによると、次期大統領っていう、そういう表示から、今日からね、前副大統領っていう表示に変わったんですよ。うん、結局、今現役の大統領ってトランプさんで、来年の1月20日まではトランプさんなんですよ。そしてトランプ大統領は、この2、3日中にとてつもないことが起きるというふうな宣言をしました。うん、そういうのを見ていて、すごく、ね、興味あるなと思って YouTube 見ると、トランプさんが逆転したよみたいなことが、やっぱりね、そういう YouTuber さんの、タイトルとかサムネイルが並んでるんですよ。いや、これなかなか面白いですね。私が検索したことによる、Google 検索したことによる影響が、なんかそれね、YouTube の検索にも影響しているということなんですよね。うん、これなかなか興味深くないです。で、今日はおまけにもう一個いきましょうか。75歳以上の後期高齢者の方に対して医療費がね、負担が1割から2割に値上げになるんですよ。年収200万以上を対象とするということで書いてますんで、もう無職になってしまった方は多分もう1割のままだと思いますけども、収入の高い方は2割もらっとこうかみたいな感じですよね。これに対して何を思うかなんですけども、一つは医療費が逼迫してるからこうやって後期高齢者の方の負担も多く求めてるんだなと、しょうがないなっていう考えと、私は全く違う、これ、ね、観念を持っていて、もともとね、こうやって医療費にしても、うん、他の社会保障費にしても、税と社会保障の一体化って言いますけども、こういう国の支出って、税金によって賄われてるわけじゃないってことが最近分かったんですよね。まあ、持続化給付金に関しましても、これはね、税金から捻出してるものではないんですよね。こう常に国債ってものを作って、しかもその国債っていうのは、通貨創造なんで、うん、だから別に借金ではないんですよね。うん、日本政府が市場にお金を作りましたよと、お金を発行しましたよってことの記録なんですよ。だって毎年、お金って作られてるじゃないですか。新しいお札とかが作られて市場に銀行を通じてこう配られてるわけですよね。で、その配り方が、まあ、給付金だったり、給料だったり、それから借金だったりとか、銀行からの借金だったりするわけですけども、そもそもですね、今の世の中って誰かが借金をした時、その瞬間にお金が初めて発生するということらしいんですよ。こっちに日銀があって、まあ銀行があってですね、こっちにマーケットがあって、借金をするとその借金額に応じてお金をサラサラサラっとね書き込んでパッと渡すだけなんですよ。でこっちの方には何々さんにいくら貸しましたっていう記録が残るんですよね。記録が残るだけなんで返す必要は基本的にないんですよね。これすごい考えだと思いますね。だから医療費がいくら積み上がろうと別に問題ないんですよ。2割にする必要はないんですよ。ただここにはちょっとね別の要因が出てきまして、なんで負担を上げるかっていうと、なんかスタビライザー効果らしいんですよね。要するに無制限に75歳以上も医療費を1割ってしちゃうと病院に来る人が増えちゃうんですよね。で医師の数とか看護師の数は限られてるんで、まあこれ以上ね来る人が増えちゃ困るってことで、じゃあ200万以上の年収の人はちょっと2割ぐらいにしとこうかと。そうすると病院に行く頻度はまあ、減るわけですよね。ちょっとだけ負担が上がるから。でそうなると医師の負担、看護師さんの負担も減るということなんですよね。こうやって調整していて、まあ、病院っていうのはね、お年を召された方ってのは結構行くと思いますけども、あれ75歳以上になったら年収200万以上だったら負担額が上がるねと思ったら、やっぱり60歳ぐらいで健康にケアする人も出てくるんじゃないかなと思うんですよ。ということで結果的に病院に集まる人を減らしていかないと
全員が全員に医療を施せなくなってくるわけなんですよね。で、恐ろしいことなんですけど、2040年だったかな、もう全ての手術に対する献血の量、血液の量が足りないんで手術不能になる人が出てくるらしいんですよ。ということなんで、今からねめちゃくちゃ頑張って献血を集めないといけないけども、今回の感染症のことで献血にもねあんまり人が来てないらしいんですよね、で、あとはほら血液を通じて例の感染症が広まるんじゃないかなって懸念もあって、なかなかね扱いが難しいですよね。さあ結論、先のことはわからないってことですね。はい、怖いですね。アフターコロナって言うけど、いや、アフターコロナとかわかんないですから。そんなものがなくたって3年後5年後なんて誰も予想つかないわけですからね。まあそんな感じで、先のことはわからないということで締めようかと思います。いってらっしゃい。